近況報告するだよ。するだよ。あんたさん、最近流行ってるんですか？え、たっちゃんがね。あ、なるほどね。たっちゃんの中で流行ってる。近況報告、久しぶりですけど。久しぶりだね。あの、なんと、若手の小僧が。小僧が。初演劇。わー、芝居してるってよ。芝居してるんだろ。小僧芝居してんだって。今日からね。そう。今日初日やろ。うん。もうさ、あの、お母さんがさ、明日見に行くらしいんだけどさ、もう大変なんだよ。お母さんもうね、2ヶ月ぐらいね、明日の昼の公演見るのを楽しみに生きてきてるから。もう拓也の晴れ舞台。でもなんか評判が良さそう。良さそう。だってさ、この主催の浅田ひかるさんからもわざわざ LINE が来んだよ、稽古中に。そうなの。お母さん、拓也すごくいいです。で、塩田太蔵さんからもいいです、拓也。あっていうのが来て、それお母さんとこ直接メールが来る。そう、ラインが来るのよ。お母さんの期待値どんどん上げられちゃってて。あの子がさ、なんていうの、初めてのところに飛び込んでさ、演劇なんて毎日稽古があったりさ、早かったり時間がね、長いこと集中しなきゃいけないって、 そこにいるってだけでお母さんはちょっともうグッとくる。いや、そうだよな。うん、アルバイトの3時間だってすら集中できないのにさ、遅刻するしさ。そう。でもこんな演劇のやつはさ、遅刻とかできないわけでしょ。ね、一回遅刻したみたいだよ、お稽古に。あ、でも、そういうとこも、なんか、俺はいいなと思うけどな。謝ってきたって。一回だけ遅刻してしまいました。もう、バイトで遅刻しても、あって、そうだよ。さ、もうこういう時謝れるんだな。いいね。一番最近のさ、バイト遅刻した時にさ、遅れてすいませんちゃうかって言ったらさ、言いましたよ、って言われて。とりあえず一回やらかしたってことね。そうやな。あと、財布もなくなってるらしいよ。おうおうおう。あと、なんかお気に入りのいつも首にかけてはるイヤホンも、なんか見つからかない。あ、実は俺が持っていった。すいませんね。なんでだ。だからちょうど、そうそうそう。そうだ。そうね。それもね、取りたかったんだよ。うちの母ちゃんが亡くなりましたね。うん、すぐ発表したかったなと思ったけど、遺言でさ、派手にしないでくれ。でもね、いろいろこう連絡くれたり、どんなことだって皆さんに御礼を申し上げたいんだよね。本当にありがとうございます。で、その山梨行くリュックをあそこから持ってった時に、なんか、うん、次の日にずっとなんか垂れ下がってんですよ、とか。なんだこれと思って、いや、それがおのぜんだ。ようやく今日帰ってきました。あ、よかったです。でもこれもなんかの暗示ですよ。あいつが劇に集中するためにイヤホンはなくなってたと思うんですよ。必然ですよ。私いいなと思ってイヤホンもない財布もないっていう、この本番直前に気の身気のままで行くしかない状況になるっていうのは、なんかもうこれは神様からのお告げですよ。何かの小野寺拓也を応援したい人は舞台向かって、舞台の下手側に座るといいっていう情報をね。舞台の下手というのは、だから舞台を正面に見て左手側ですね。こっちから見て左手側。長寿丸で言うとベースの方に。それが上手なんだ。下手だよ。ちょっと待って。ああ、下手だ。俺さ、ほんとさ、この業界長いけど、上下が全然わかんないんだよ。わかるけど気持ちは。小野寺をじっくり堪能したい人は下手がいいらしいです。これ L 字になってる客席の劇場なんですよ。あ、そうなの。評判が評判を呼んで、ぐわって満席になるっていうことが演劇は起こるので。そうだね。うん、お早めに。朗読劇って書いてあるけど、結構ただの朗読っていう感じじゃなさそうです。ちょっと動きもある。動きがあるっぽいよ。ってことは、小野寺さんも演技してるわけだよ。演技してるんだね。大きい声出せんのかな。いらっしゃいませ。もう、ほんまに言うてんのか言うてんのか分からへんぐらいの、鼻泣くような声やなに。どんだけ心配してるって。でも本当心配だって。本当はさ、始まる前はさ、稽古行けないんじゃないかと思ったから、稽古の日全部教えろって言ってさ、朝モーニングコールしてやろうかなぐらい思ってた。だけどそれも気持ち悪いなと思ってさ。いや、でもこの勤務体制をこう見てたらさ、やっぱそう思うよね。思うよ。29日日曜日まで小野寺拓也扱いチケットでね、よかったら予約してもらってください。そして千秋楽の2日後、千秋楽終わって1日を空けて、10月1日に、じゃんふざけてますね。小野寺拓也の、と立山
幸男さんのツーマンライブあります、ね、これですね、こういう、ね、この写真を、これはライブのフライヤーですね、はい、ですけど、あのバイト君の悪ノリで多分ふざけてます ね、お芝居見に行くとこのチラシがお手元に配られるみたいですよ。カメラマンは実は同じ人と、あ、そうですね、同じカメラマンが撮ってんだね、すごいよね、そうやね、確かにね、裏はちなみにあのアジローの宣伝もさせてもらってます。29日まで劇をよろしくお願いします。よろしくお願いします。新しい企画で庄司丸の弟子対決、10月12日の土曜日、意外と弟子がいたんですね、4人も。そうですね、まあ一番弟子がガンガン丸でウサギトライブってバンドでね、弟子っていう風な感じはもうガンなんですよ。あ、で次がザ・レモネーズの、そう、月光丸、月光丸ね、で次がピーター丸はその前にも弟子になったんだけど、時系列で言うとピーターが、あなたと私、うぐ丸さんなんか長野からさ、レッスンとか受けに来てたよね。そうだよ、ガンとか一切レッスンなんかしたことないね。そこも面白いですよね、まあ、それが弟子だから。あ、面白いですよね、丸さんは絶対に自分から何か教えたりはしないですもんね。しないしない。この経営に関してだってそうだよね、店長がこれをしろこれをしろとか全然言わないもんね。だってしろっつう前にちゃんとやってくれるから言わないだけです。オーナーは、マイケル・ジャクンソで行くんですね。これなぜかっていうと、うん、もうぶっ倒してやろうと思って弟子たちは。まあ俺もいっぱいやってるじゃん、うん、マイケル・ジャクンソってさ、うん、圧がすごいじゃん、うん、ガンガン丸がずるいって書いてましたね。そうなんです、それはずるいよ、それを最後に全部腐るって言ってやろうかな。いや、ちょっとみんななんか燃える感じですよね、これで弟子たちね。多分そうだよ、面白いですね。だからこれがこの第2回第3回もあると思う、うん、ただ俺がそこで今回初回はマイケルじゃん、2回目誰を持ってくるのかな。私はこの4番目のウサギトライブでさ、もうガンがドラムの皮全部破きそうな気がする。もう叩けなくしちゃうんじゃないか、全部ボコボコに皮破いてくんじゃないかなってちょっと思ってる。もうそんぐらいやってもらいたいですね。え、まあ、楽しみに、あのぜひ見届けてください。これめちゃくちゃ面白いことになると思う。10月12日ね、土曜日、10月12日が弟子対決、うん、でその後に10月24日に、うん、なんとあのショータブル君、佐藤大二君が、あー、やっと来てくださいますね。ようやく来てくれ、庄司丸、いっぱいユニットやったりとかバンドやってるけど、その日はだからオマールさん、オマールさん、うん、パーカッションかな。そうだね、もうすごいんだ、2つ2人2人の対決ツーマンですね。そうです、まあもちろんセッションもありますけど、うんうん、なんでぜひ来てもらいたいです。うん、めっちゃ楽しみ。それが10月24日、24日、それでなんと10月29日、うん、今にしたいですよね。今にしたいじゃん、誕生日、誕生日です。59歳ですって。59歳か。そうなんですって。あ、だから来年還暦じゃん。そうですよ、還暦前の誕生日を庄司丸でマイケル・ジャクンソとしてやってくださいます。それもいいね。で、対バンはなんと、そうです、鹿の一族、鹿の一族、松崎直さんの、直ちゃん、まあ、大使と直ちゃんはね、結構古い付き合いですけど、楽しみ。トリオトリオで、またこれも対決です。他にも、もう10月も盛りだくさん、毎日イベントに入ってますから、うん、ぜひホームページをチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。あとですね、年内に、うん、年内に多分あのちょっとびっくりするような大きい発表がございます。え、閉店ガラガラ。いや、もうちょっとね、楽しく言えると思いますが、うん、大きな発表があります、ね、オーナーが引退して、うん、店長がオーナーになりますという発表かもしれない、うん、ザ・ヒゴマル。マルがとりあえず残してくれ。あ、いいよ、いいよ。いや、でもそんくらい大きい発表ですね。おー、わーい。首？あ、いや、もうそれは俺の紫サンズって。紫サンズって何？俺のこれで一発で決まる。それって漢字？紫サンズってサンズの皮？違う、サンズ。
何初めて聞いた。やっぱさ、やっぱさ、俺のことバカって言うけど、やっぱ店長も一緒なんだよ。違うよ、古いか新しいかの違いだよ。違う。そんな古い言葉聞いたことないね。違う違う。紫サンズ？え？紫サンズ？え？映画とか？映画とか？知らないの？初めて聞いた。いや、びっくりだよ。そんなポピュラーな言葉？めちゃくちゃもうカルチャーショックだよ。初めて言ったでしょ、カルチャーショックって。いや紫サンズへの、あの苦情はこちらの方まで。そう。以上、近況報告、紫サンズでした。またね。今日の格言ですね。紫サンズ。紫サンズ。